チョケイラペンタ青です。さあ最近ね、ツイッターで、めっちゃ流行ってるアプリがね、あるんですけども、はい、何か知ってますか？なんかスノーみたいなやつですか？あ、そっくりさんみたいなやつですか？正解。なんでボケへんの、そこで。はい、ということで、ね、最近ですね、はい、スノーというね、アプリがありまして、はい、似てる芸能人をこう、AI かなんかで当ててくれるアプリがあるんですけども、あるんですけども、電源さんはね、はい、やっぱ憧れの人いると思います。いますね、いっぱい、いますよ。顔だけで言ったら松潤かな、やっぱり。あ、松潤来ちゃった。かっこいいよ、めちゃめちゃかっこいいよ、やっぱり。 MJ 来ちゃった。いや、MJ 来ちゃったよ、ほんまに。二宮くんは J って呼んでるからね。なるほど。はい、はい、というわけで今回はですね、電源さん、自撮りで J になるまで帰れまてー。なんで俺こんなテンション上がってるの？こうやってあれですよね、だから変顔とかしても人変わるんだから、それで松潤に近づけていこうみたいな。あ、そう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 、 そういうこと。いろんな人が出るっぽいんで、はいはいはい。じゃあということでね、一旦やってみますわ。一旦やってみましょう。はい、お、誰誰誰誰誰、これちょっと分かります。より人に似てるな。ちょっと怒られそうなんですけど、お前これこれ城之内じゃんけ、俺。福ひょん、うつ病撮影めっちゃ近くで撮ってみよう。そういう関係。エグゾディア、エグゾディア、エグ、なんて言ってた、エグゾ。来た、俺、レオナルド・ディカプリオ来た。レオナルド・ディカプリオだ。お前さ、レオナルド・ディカプリオ来た。逆だけやんけ、お前。いやいや、逆だけやんけ。レオナルド・ディカプリオ来た。来た、藤原竜也。俺もガチャ。俺も藤原竜也。意外と藤原竜也、俺もずっと来た。意外と俺ノーマルキャラ。いや、しかもこれ、この近づけ方やばくやばいで、これ。顎削りに削った。ちょっと、これもしかしたら松潤出るかもしれへん。これ俺ちょっと、確かに松潤っぽい顔がまずな、神様やからな、俺の中で。まず前提松潤。でも、でも輪郭はさ、松潤に似てると思うんだ、正直。せやん、せやん、絶対せやん。一応褒めたいけど、だいぶ褒めてるやん。誰？あ、まだ、てかさ、一旦、わかった、これ攻略法ちょっと読むんだかもしれん。何？松潤の顔をこれ保存するやん。で、これを読み込まして、どういう画像が出てくるか、まず。あ、そういうことね。ちゃんと松潤出てきますかってことね。そうそう。はい、じゃあ松潤が一旦松潤出せるかとかどうか。これでも出てきたらマジ奇跡やと思うんで、ほんまに。じゃあ松潤出るかどうかね、やっていきましょう。はい。中村凛也。でもさ、さっき中村凛也出したやん。で紙一重なんよ。確かに、確かに。中村凛也挟んで、今繋がってるわけよ、俺。電源さんと松潤。そうやな。てか俺スーパー一重やからさ。お、佐藤健出てきた。え、ちょっと、おてかスーパーレア、お前。今、まぶたこうやって引っ張って、まぶたがちょっとピッてなってる時に撮ったら、佐藤健出てきた。来た、佐藤健、ちょっと近づいた。ちょっと近づいたって、松潤ちょっと近づいてるって絶対。ねえねえねえ、これメイクとかでさ、ま、二重にできひんの？そう、じゃあ一旦、電源さんをちょっと寄せてきますか。うん、そうしよう。うちのね、アナオチャンネルのみさみささん、アシスタントです。アシスタントのみさみささんがね、ちょっと僕のメイクを手伝ってくれるということで。すげえ、こんなんでできるんや。うん、すごっ。あ、やっぱ来た。お、あ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 、ちょっと、ちょっと、僕やりますわ。お願いします。はい、というわけで、じゃあ電眼さんのね、ワイプしでスタイルしていきますよ。まあ、松潤って言ったら、まず松潤の要素を上げなあかんやろ。松潤も松潤たらしめているものは何なのかというと、まずくっきりお目目とキリッとした眉、鼻筋の通った鼻と髪の毛、全部全部。はい、まず目をね、どうにかしていきたいと思います。はい、じゃあ上げてください。お、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 ふ、ふ、ほ、おら。寝すぎた人やん、ただの。で、次ちょっと髪の毛ですね。松潤は、デコ出しのこっち流しやから、レンガさん結構近い感じ。お、ちょっと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 ね。何がおもろいの？松潤の松潤の松潤松潤松潤。あとはね、眉毛やね、眉毛。眉毛が多分、眉毛ちょっと、眉毛多分めっちゃでかいポイントやと思う、これ。松潤、眉毛さえ取れば、もう松潤やと思うね、正直。もう、え、そんなそれで、ちょ、マジかよ、ほんまに。マジかよ、え、マジかよ、俺眉毛今までずっと守ってきたのに。
こういうシャッて綺麗なすごい直線的な感じの眉毛ですね。ちょ、どうしよう。だからいやさ、もともと直線すぎて二次曲線みたいになってるんで、この頂点をもうちょっと低くします。これほらさ、ほら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 、お前ちょっとほんまやめろって、お前やめろって、お前ちょっとやめろって。え、お前ほんまにさ、全剃りはやめてや。お前大丈夫よ、全剃りはやめてや、ほんまに。意外とじゃない、いや、お前ら意外とじゃない、これ。いやいや、大丈夫大丈夫、ベンガさんがかっこよくなってると思う、わかる。かっこいい、かっこよくなってる。何喜んでお前ら。かっこいいね。なんか、めっちゃ声出そうな顔してる。めっちゃ高い声出そう。やめろってほんま。出川さんまだその顔見てないですよね。自分見てない見てない。何笑ってんねんこいつほんま。はい、というわけでじゃあ次ちょっとね、松潤特有の鼻ですね、鼻筋の通った高い鼻を描きたいと思います。この辺をなんかやるんかな。そう、じゃあんま分かんないですけど、ちょっとあのアプリ、ちょっと待って なんかもうなんか尖ってない、その筆みたいな。そういうもん、そういうもん、そういうもんなんだね。そういうもんなんだね。あ、でもなんか濃くなった。濃くなった、かっこ物理。何笑ってんねんお前ら。海岸。はい、というわけでね、こちらが全顔カスタム松潤モードですね。まあ、一旦でもさ、ご自身で確認していただきましょうか。はい、それではいきますよ。3、2、1。はい、J くん。はい。ロー。かっこよくないですか、普通に。誰？いや、お前かっこよくなったね、でも、ほんまに。眉毛まあまあ生きよったな。はい、それじゃあですね、じゃあ今から、実際に撮っていただいて松潤出るのかどうか。はい。これで松潤あ、似てる。ちょっと希望はあるよ、これをね。希望はあるよ。じゃあ、お願いします。いきます。はい。いや、もうほんまに出るはずよ、これは。これだって出んかったら相当渋いで。はい、来い。3、2、1、ドン。誰もう一回やってみよう。もう一回顔いきましょう。可愛い顔すごいんじゃん、可愛い顔。これ一回やってみよう。あの、まあまあまあ、確かに違う人は出そうですね。違う人が出、はい、るはず、さすがに。3、2、1、ポン。子役、加藤清史郎くん。子供店長。いや、子供店長か、俺。ここまで来て、ここまで来て、子供店長か、俺。俺はひどいな。